そういえば昔、中田博美先生が百田直樹先生と口論になり、その後、中田先生の湯には文化人放送局に百田先生からの電話があったとのことで、文化人放送局でツイッター上で百田直樹氏が文化人放送局に圧力をかけたというデマが飛び交っております。百田氏が番組に対して圧力をかけた事実はございません。というテロップが出ました。電話はしてないとは書いてないというのが当時、印象に残った覚えがあります。